日経平均株価はアメリカ市場で株価が大幅に下落した流れを受けて一時1500円以上急落しました。中継です。日経平均はアメリカ市場の影響を色濃く受けた相場で、半導体関連株など幅広い銘柄で売りが広がっています。日経平均株価は取引開始とともに値を下げ、下げ幅は一時1500円を超えました。要因の一つはアメリカで昨日発表された製造業の景況感を示す経済指標です。市場予想を下回ったことで景気後退への懸念が再び広がり、主要な株価指数が揃って下落しました。市場ではアメリカの半導体メーカーの株価が大幅に下落したことも不安に拍車をかけたという声が上がっています。また2円近く円高が進んでいることも株価の重しになっています。午前は昨日より1280円安い3万7405円で取引を終えました。金曜日にはアメリカで雇用統計の発表が控えていて、結果次第でさらなる下落もあるとして市場では警戒感が広がっています。